どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらをね紹介しようと思うんですけども、はい、プロジェクターでございます。このサイズ感わかりますかね。まあこう手に持っていると手のひらに隠れちゃう、そんなサイズのプロジェクターなんですよ。まあなので、まあ部屋から部屋だけじゃなく外なんかに持っていくのにも非常にコンパクトで持ち運びしやすい、そんなプロジェクターになってます。やっぱりね、こういうポータブルタイプでこういうちっちゃいプロジェクターってすげー便利なんですよね。はい、ではまずちょっと外観なんですけども、金属ボディです。アルミ、質感はすごくいいです。でここレンズですね。はい、でこう横見るとスピーカーがついてて、これ反対側にもついてるんですけど、でヘッドホン端子、リセットボタン、電源ボタンで、裏側に行くと USB で IR ですね、それから DC、それから HDMI と、でこっち側に行くと、このプロジェクターのピント合わせね、それと、まあ、こっちもスピーカーがついていると、こっちはファンですかね。はい、で裏面見ると三脚穴がついてて滑り止めもついている。で天面がタッチパネルになっております。スペックなんですけど100アンシルーメンということで、まあ正直そんなにこう明るいわっていう感じではね、まあこのサイズなんでねっていう感じではないんですけど、最大100インチまではまあいけるんじゃないかといった感じですね。で Bluetooth が搭載されていて、 Android も搭載されてますんで、何かつなげなくてもこれ単体で例えば YouTube だったりとか、そういったネット動画もまあ見ることができるといった感じの商品になっております。はい、じゃあもう早速ね使ってみましょう。さあでは電源を入れてみましょう。長押しかな。はい、いやファンの音静かですね。おお、映った映った。はい、ちょっとね、位置がひどい。位置調整します。はい、映りました。ちょっとやっぱり、あれ?自動待機補正これ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。こうして、うわ!すげえ!自動待機補正ついてる!うわーすごい!じゃあ、電気消します。はい、ということで、まあ、台形補正はなぜか自動のすげえのがついてたんですけど、フォーカスはオートフォーカスじゃないんですよ。なので、まあ、さっきも言ったんですけど、フォーカスのダイヤルを回してあげて、はい、この辺かな?はい。フォーカスは手動になります。とは言ってもですね、まあ、そんなにフォーカス合わせて大変じゃないと思うんで、すぐできちゃうと思うんですけど、ちなみに今、スクリーンに映してるんですけど、スクリーンから2メートル、ちょっとかな、離れてて、大きさ的には、65インチから70インチぐらいの大きさに映してて、この明るさです。100アンシルーメン舐めんなよっていうぐらいの、明るさですね。で、ただ、解像度はあんまり高くないみたいで、ちょっとつぶつぶはちょっと見えますかね。うん。で、まあ、リモコンの反応も非常にいいと。ではですね、ちょっと Wi-Fi をまずつなぎまして、はい、Wi-Fi はつながりました。その他に Bluetooth だったりとか、あと言語が、おー、いっぱい入ってるじゃない。はい、日本語もちゃんと対応してます。で、キーボードのセッティングもできるようになってますね。で、それから、はい、このようにアプリの設定ができるようになってます。まあ、Android 搭載してますので、その辺はね、いろいろ調整ができるようになってるわけですね。はい、ここですね、投影設定。さあ、投影モードをちゃんとモード切り替えできるようになってますね。台形補正も、おー、ほら、自動になってる。なんで台形補正自動ついてんだろう。すげえな。はい。で、明るさ。あ、今、マックスですね。で、色温度も変えれるようになってますね。なるほど。ズームモード。あ、画面の比率ちゃんと変えられるようになってますね。ファンの風速まで変えられるようになってるんだ。で、しかもですね、Bluetooth スピーカーとして使うっていうことも、ちゃんとできるようになってますね。もうだから基本的に最近のモバイルプロジェクターというかポータブルプロジェクターに搭載されている機能はほぼほぼまあ積んでますよといった感じじゃないですかね。ではやっぱりここはね YouTube をちょっとね見てみようかと思います。どうもこんにちは、ミカスです。お、今
はですね、群馬県の沼田市っていうところあたりを今高速道路走ってるんですけど、音質的にはね、そんなに悪くないです。ただうわすげえ音いいっていうものではないですね。その辺はしょうがないですね。はい、雪の中でね鍋をやった時のこれ動画なんですけど、まあストレスなく動くんじゃないでしょうか。まあ Wi-Fi 次第ですかね。まあということで、出先で YouTube を見るっていうような使い方に関しても、まあ普通に問題なく使えるんじゃないでしょうか。ただやっぱり明るさは見慣れてくるともうちょっと明るくてもいいのかなって気がするんですけど、ただ今これでっかく映してるんで、これもっと近づければもっと明るくなりますんで、あんまり大きくしようとしなければそんなに暗いわっていう感じにはならないかもしれないです。ただし日中部屋の中で見ようとするとかなり小さく映さないとちょっと暗いかもしれないですね。はい、でネットフリックスのアプリが入ってましたので、ネットフリックスの認証を受けてるっていうことなんでしょうね。さあ、エアプレイついてますので、例えば今自分が、スマホをですね、はい、このようにあっという間にスマホの映像をシェアすることもできますんで、まあ要はですね、 Wi-Fi がもし出先でなかったとしても、スマホをこうやってミラーリングしてあげれば YouTube だろうがなんだろうが、まあ全部見れるっていうわけになるわけですね。まあなので、まあ使い勝手はねいいんじゃないでしょうか。写真とか見るのにもね、プロジェクターで見ると味ありますからね。さあそしてですね、今HDMI を接続しましたので、はい、このように今任天堂スイッチです。ゲームの映像だったりとか、まあその他ね HDMI から入力できるものであればそのまま投影することもできますんで、まあ大画面でゲームをするとかね、そういった使い方にも対応しているといった感じです。ということでですね、まあ機能的にはまあ豊富というか、まあ、基本的にはまあ YouTube、それから Netflix、あと HDMI の入力でミラーリングがついてればポータブルプロジェクターとしてはもうそれで OK みたいな感じなんじゃないかと思います。まあ何しろペットボトルサイズですからね。ということで今回はすんげーちっちゃい、まあ、コンパクトなプロジェクターピコレイでした。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあいね。